17日で木曜日なんですけど、明日の金曜日に発売される、先週の金曜日に発売された雑誌の星占いでサソリ座がラッキーポイントがシトドアだったんです。それで17日と18日だったっけ。そうですね。で、17日がちょうどあのキーボードの彼女が刺繍がいいっていうことで、刺繍がラッキーポイントよって書いてあったものですから、今日は詩を持ってきて読むんだそうで、皆さんすいません、聞いてやってください。お見苦しいかもしれません。お聞き苦しいかもしれませんが、じゃあ、クリスマスにちなんでということで、なんかあったかい詩ということで、あったかくもないかもしれないけど、なんか幼児の喜びという詩を歌いますじゃなくて読みます。
僕には名前がないんだ。生まれて2日しか経ってないからな。なんて呼んでほしいの？僕幸せなんだ。ジョイって名前がいいよ。そうね、素敵なジョイがお前の上にありますように。素晴らしいジョイ、生まれて2日経ったばかりの素敵なジョイ、素敵なジョイって呼んであげるわね。まあ可愛い笑顔だこと。母さんが子守歌を歌ってあげるわね。素敵な喜びがお前の上にありますように。あーどうすいません、どうも。変なごめんなさい。もう淡々と、あのジョイっていうのは喜びなんですよね。形容詞でジョイ、はい、なんか勉強しましたね。栄光4です。